小瀬信片美は、アスカ時代の人物。生はなし。筑後国産文軍の人。俗に本気巻。第三、文武天皇の慶運四年五月の記述によると、西木部棚良、生を五百足と共に、九だ救援園船で解放された最後の捕虜の一人で、頑固の身分のまま、四十年余りを大陸で過ごした。その後、淡田正虎に指揮された第七次検討士と共に、帰国した。 そして、これも人重ね、塩、もみを賜っている。淡田正虎が党から帰国したのは、慶運元年7月のことであり、663年の仮に、白月の絵の戦いの際に捕虜とされたとすると、41年目にして、自由の身となったことになる。青春を、党の地で奴隷として過ごしたわけである。なお、この剣道使の大使は、境辺の老いた、福使は、 小瀬村寺で、新人は、出説史という扱いでその上一色として、和国の日本への国語を変更、律令の編纂の事実などを、党の朝廷に伝える役割を果たしていた。刀領や刀村が帰国できた背景には、こういったことも念頭に置かねばならぬであろう。くだら救援戦の主力は、東国よりも、西国の軍団からなるものが多く、佐野帰国出身の刀領や、 筑後国の形見が従軍したのも偶然ではない。九州から従軍した東軍の捕虜の例としては、筑視察夜朝とその従者とみられる、大友部白朝、筑紫宮家徳元、半島舎場や三部諸石の例が知られている。この後、白月の絵の戦いにおける、捕虜帰国は司書には記述されていない。なお、この出来事からほどなくして、文武天皇は崩御している。ありがとうございます。